はい、どうも高木ロジティです。ご視聴ありがとうございます。あら、意外に富士山が見えない。富士山見えないですね。見えると思ってこっち来たのに、うん、残念。はい、今日はね、11月15日日曜日です。はい、時間は6時45分です。今日はね、私高博 GT のオフ会を元スコでやりますと。はい、よいしょ。でもね、富士から一緒に行こうっていうことにもなってるので、前回同様ね、あのね、富士川楽座ですね、うん、フラットパークに今向かってます。富士山全然見えないよ。朝見えてたんだけどね、ここで写真撮ろうかなと思ってこっち来たんだけど、残念。はい、でもまあ先週よりはね、天気はいいですけどね。で、先週に比べたら緊張してないです、さすがに、うん。まあ今日ね、初めて会う方も多分いるとは思うんですけど、うん、まあ先週知り合った人の方が多分多いと思うんで、うん、はい。7時半集合にしてるんですけどね、ちょっと早めに来ました。今日はね、ひょっとしたらビーコムをできればやりたい。まだちゃんとやったことないんだよね。それが動画に載るかどうかっていうのもね、ちょっとどうなることやらなんだけど。はい、では向かいたいと思います。前にバイクが走ってるけど違うかな、違うか、スクーターだもんな。よし、ただいまの気温10度ですね。でもそれほど寒くないですね。昨日割と日中は暖かかったんで、ただ水がつかとかはね、さすがに寒いと思うんで、あの元栖湖の後ね、水がつかっていうところに行くことにしました。まあ一番なんていうか、道のり的には無難かなと思ったんで、さすがに道志道とかね、あっちの方混みますからね、なんで、まあね、まあ、どちらかというと、まあ、今回はおしゃべり重要みたいな、うん、まあ、走りに行くのはね、まあ、そっち重視になるのはもっと仲良くなってからかなとかね、思いますんで、はい。で、そろそろ着きますね。もう誰か来てるかな、うん、はい、もうそろそろ集合場所です。まさか前の人違うよね。まあ今回一応ね、その高速は乗らないけどね、うん、しんどいな。50だもん。まだ芸人ならね、まだ、はい、曲がります。果たして誰か来てるのでしょうか。まあ、先週ほど多くは緊張してないですけどね。フラットパーク到着です。よいしょ。あ、来てるね。あ、来てる来てる、結構来てるね。よし。お、今日はダインさんバイク違うな。お、いつもと違うね。ありがとうございます。あ、大丈夫です。お疲れです。よいしょ。よし。到着。6時51分。はい。今日バイク違うっすね。すいません、また千葉から。わざわざありがとうございます。
かっこいいですね。これは1200。1200、これもかっこいいですよ。いやいやいや、かっこいいですね。いや、いいですね。なるほど。こっちを先に。ああ、そうですよね。はい、今日お願いします。はい、7時58分、フラットパーク出発します。お見送りの方を含めて、14台います。よいしょ。それではね、元須道か。行くぜ。はいはい、出発します。先週より時間がね遅いんで車が多いかもしれない。ちょうど8時になるかな、もう。はいはい、すまんね。やべえ、アイドリングしてなかったから、アイドリングだったから。よし、行くぜ。ありがとうございます、お見送り。よし。あ、ここね、ここのことね。はいはい、はい。僕はね、中間あたりを走ってますけど、皆さん来てるかな。おお、なんか不思議な感じ。よし、はい、行きます。どうですかね、Bコムの彼繋がってますかね、聞こえますかね。はい、よろしくお願いします。すいません、お名前は山田さん。はい、お願いします。あの、神奈川からね来られたってことでお願いしますね。はい、何時起きだっけ。よし。ご苦労様です。あ、でもね、僕もそんなもんすよ、起きたの。大丈夫ですか、僕の声聞こえてるかな。大丈夫。あ、聞こえてる。うん、こっちは大丈夫です。うん、はいはい。いや、走ると結構寒いね、これ。寒いね、うん。結構雑音がすごいな。雑音。大丈夫かな、初ビーコムなんで、俺も。あ、そうなの。本当。変だね。あ、でも会話できるといいな、寂しくないね。ね、寂しくないね。うん。はい、俺はね、でもね、普段から一人で喋ってるからね。そう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 、はい。あ、Bコムってこんな感じなんだね。あ、そうなの。あ、Bコムは普段音楽とか聴いてんだ。あー、なるほど。あ、そっかそっか。この道はわかる？そう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 。まあ先週に比べてほとんど皆さん一度は顔を合わせているので、で今日はね、初めての方が一人
ダブル800で来られています。その方も富士市でよくね僕の動画をご覧になってたそうです。はい、で本栖湖の方にも、現地に直接来られる方もおられそうなので、どのくらい来るかわかんないですけど、多分そんなに来ないかな、そこまで。やべえな、結構寒いな、10度になっちゃった。ちょっとグリップヒーター入れます。どうしようかな、このビーコム。ちょっとうるさいかな、雑音がすごいな。まあでもこのまま行きますわ、我慢してください。ごめんね山田さん、結構、うん、全然入ってきてもいいし入んなくてもいいし。あ、本当。まあこんな感じでやってるんで、いつもずっと喋ってんですよ、こうやって。あ、これ止まってるといいね、クリアだね、さすがにね。あれかな、そば走った方がいいのかな、やっぱ。うん、ちょっと離れるとあれなのかな。いや、グリップヒーターがあったかいよ、うらやましいな。で こういう時便利なんだよね。そうそう、電熱グローブはね出さなきゃなんないみたいな、いろいろめんどくさいですよあれ。はい、今回ね茶柱三本さんって方が先頭走ってます。まあその後ろ、まあ、走ってるわけなんですけど、なかなか先頭が決まんなくてね。あの動画に映りたい人が、まあ、前走ってってことに、ね、なってますんで。あの前回のね、まあ、動画を編集してて思ったんですけど、後半 ほぼソロ2みたいな感じになってたんでね。その辺が、うん、はい。で今はね13台ですね。で1台はあのお見送りで、でもお見送りだけでもね来ていただいたんでよかったです、ありがとうございます。いやー寒い、ちょっとズボン失敗したな。ちょっと舐めてたな。富士はねそんな寒くなかったんですよ、朝起きた時もね、部屋の温度で18度あったからね、もうそのぐらいだったらまあね、なんだけど寒い。すごいね、これは町内会でやってるのかな、このゴミ拾いは。多分やらされてんだろうな。うちでもね、なんかあるんだよな、こういうの。参加しないと罰金なんだよね。そうそう、ドブさらいみたいな。多分強制でしょうね。まあ今日はね、天気の心配はないと思うけど、あのね、まあ、あの水が浸かっているところに行くんで、そこで富士山が見えてないとただ寒いだけなんで。そこね、うん、そこなんだよね。で昨日はずっと見えてたんだよね富士山、であの本栖湖であの村田さんって方が来られるんですけど、その方はね、いつも僕の動画に
コメントしていただくんですけど、その方ね超有名人なんですよ実は。あの元ブロガーにとってね、村田さんからコメントいただければ一人前みたいなとこあるんでね、うん、結構まあ有名な方なんですよその界隈っていうかね、うん、ちょっとお会いするの楽しみなんですけど、ちょっと緊張もあります、そう言われちゃうと。お、道譲ってくれますけど、だから俺たちいっぱいいるんだってや。すまんね、いっぱいいるよ。この道はね、車とか少ないんで信号も少ないしね、ほんとツーリングするにはいい道ですねやっぱね、うん、ただねソロで走ってるとたまにねクソ速い車いたりねするんで気をつけていただきたい。前の山紅葉してるね、すげえ。すげえな、これ。はい。まあ今ね、4台僕の前に走ってるんですけど、多分動画的にはちょっと遠いかな。先週のね、動画見たらすごい俺車間撮ってるように見えるけど、そうでもないんだよね実はこれ。かなりねカメラが広角なんで、うん、別れ離れになりました。まあ今日は空いてるから大丈夫だね。はい、そことは繋がってんのかな。でもあの前走ってるこの CB ね、ウインカーが LED だな、なんか川崎のに似てる、同じやつかな、後で見せてもらおうかな。 CB1100 よし、よずい、あれかな。山田さんはその元住道走ったことある？今聞こえないかな、今聞こえないようです。あれかな、 B コムってやっぱちょっと離れてるか、今一番ね最後尾を走ってるんで。聞こえた？ああ、ちょっと離れちゃった。やっぱダメか。うん、確かね、先週行ってたんだけど、先週ね、ブーストロームで来た方がいて、で、今週は任選で来ますなんて言ってましたけど、ひょっとしたら追いついてくるかもな。先週もね、実は追いついたんですよね。すごいなと思って。町内会のなんかね掃除があるそうなんで、まさしくおっさんですよね。まあそういうね近所の行事は大切にした方がいいですから。よいしょ、はい、ちょっとこの後のねコーナーが横溝じゃねえわ、縦溝があるんでここ怖いよ。
ここね景色がいいんだけどね、そんなの見てる余裕ないよ俺そう、ここね一番ね、うん、この Z900RS だとまあまあタイヤが太いんでそれほどじゃないけど、忍者250の時はすげえ怖かった。はい、信号で離れますけど、前待っててくれる感じかな。まあ道空いてるんでね、うん、はいはい。いや寒いな寒いなやばいよ、元巣はもっと寒いよ、もっと山だからそう、俺ズボン失敗したな、もう先週失敗したんでね、真冬の装備で来て暑くて今日逆にちょっと軽装できたら寒い最悪。はい、下部温泉まで2キロなんでもうちょいですね、あの橋のとこかな、うん、あれが元巣道、国道300号線です。まあここまで来るやね、やえできへん、カーブはできへん。どうかなこれ、動画がどうかなこのビーコムのね雑音がねすごい、なんか誰かが暴れてるような音がずっとしてて、どうかな、これボツったらやばいんだよな。まあ音楽でごまかすかBGM でも流しますわはい、下部温泉早川のところまで来ましたね。まあ先週はここから乗って行ったんですけど、今週はまっすぐ行きます。はい、お天気いいね今日はね、え先週この辺死んでたもんうわーって感じだったもん、やっちまったって感じで。はい、でも富士山が見えるとは限らないけど、よいしょ、ずい、あーでも止まるとあったかいね、このさエンジンのぬくもりというかそういうのもあるし、この辺紅葉素晴らしいよ。いやー素晴らしい。あ、バイクも多いな今日は。はい、ここから元巣道、国道300号線です。はい、うん、あ寒かった。誰めっちゃいい音したよ今。あー寒いな寒いやばい。はい、もう少しで、道の駅しもべです。はい、はいはいはい、おしっこしたいです。いやこの辺も紅葉がいいね、素晴らしい、うん、いやいいね。
凍結注意。マジか。いや日陰寒い。グリップヒーター全然これでも寒い。まああったかいんだけど、やっぱ真冬になったら電熱もいるな。電熱グローブも両方いると思う。ここじゃないや、上の方ね。はい、道の駅しもべです。到着。よいしょ、やっと休憩できる。いやでも結構車いるな。普段こんなとこ全然いないのに。あでも止められるね。すげえ落ち葉が半端ないけど。そっち行こうかな。お疲れです。あ寒い、9時2分です。はい、道の駅到着しました。はい、到着しました。